鎌倉国宝館鎌倉国宝館は神奈川県鎌倉市行きの下の鶴岡八万宮境内の東側にある私立博物館である。大正12年の関東大震災により鎌倉の社寺の建造物や仏像などが大きな被害を受けたことから貴重な文化財を災害から保護し得る施設の必要性が浮き彫りとなった。鎌倉の史跡名称 社寺などの保護に努めていた鎌倉同人会が中心、とって、具体案が検討され、資金難に苦しみつつも、昭和3年4月3日、神武天皇祭の果実に設立された。本館建物は、鉄筋コンクリート本、瓦原吹き平屋造りで、外観は、あぜラ風、内部は、鎌倉時代の寺院建築を模し、現在国の登録有形文化財に登録されている。 建物にある鎌倉町長賞、生徒付きのステンドグラスは小川道の柵。敷地内に源の実友の花火碑がある。鎌倉市に関係する鎌倉時代から室町時代を中心とする会が、彫刻、工芸、書籍、古文書など様々な文化財を保管、展示している。全州文化、草原文化の影響を受けるものが多い。収蔵作品数は約千件。 4800点に上る。市内の社寺から帰宅されている国宝、重要文化財が多数収蔵されており、文化財の展示、普及とともに、貴重な文化財を災害から保護し管理するという機能も有している。昭和49年10月1日には、肉筆浮世絵を収集してきた、宇治江竹雄とか枕氏が、財団法人宇治浮世絵コレクションを館内に設立し、 肉筆際百数十点のコレクションも保管、展示を行っている。その後、平成24年4月1日付で公益財団法人に移行した。以下の国宝、重要文化財のうち、鎌倉市所有とあるもの以外は、社寺からの帰宅品。ありがとうございます。